お寿司、白エビが美味しかったです。スターバックスですか、あの公園の、はい、あそこちょっと行ったんですけど、はい、まあ、東京にはない、まあ、な優雅な感じのところはないですね、はい、初めて生きたホタルイカ触らせてもらって、うん、かばられたけど良かったですよ。楽しかった。いいね、富山。2キロにわたる桜の下の華やかなちんどんパレードを見ようと集まった人ではざっと30万。電車も交通止め。富川市長の挨拶も届かぬほどの人気です。そしてそのさまざまないでたち演技の行列は、日頃静かな城下町をちんどん一色に塗りつぶし、富山城の白い天守閣を背景に変わった風俗絵巻といったところです。